2012年ルーマニア反政府運動はルーマニアにおける緊縮財政政策への反発が発端となり発生した。この結果エミール・ボック首相は退陣に追い込まれることとなった。財政再建を進めるため国民に負担を求めることが難しいことを改めて示した事件とされる。2007年に始まった金融危機により 東欧諸国の経済状況は悪化の一途をたどり、ルーマニアも2009年3月に欧州連合と国際通貨基金に支援を要請。この結果、IMF が129億ユーロ、欧州連合が50億ユーロ、世界銀行と欧州復興開発銀行が20億ユーロの計200億ユーロを融資することとなった。こうして約1年後の2010年3月には、 株価指数が2倍以上になるなど、効果も現れた一方、融資を受けるために、IMF によりルーマニアは、財政赤字を国内総生産比6.8%以内に収めることが義務付けられ、そのため歳出削減を進めることとなった。こうして政府は、公務員給与の25%削減、年金15%を減額といった、禁止策を提示したが、このうち、 年金制度については憲法裁判所が憲法違反とする判断を下す。このため政府は大対策として2010年7月よりバットを19%から24%に引き上げるといった新たな財政再検索を実施し、国民の間には緊縮政策に対する不満が高まっていった。2012年1月12日、 政府の進める医療制度改革案に反対したらアイド、アラファト保健所時間が解任され、これをきっかけに、バセスク大統領の退陣を求めるデモが、首都、ブカレストなどで始まり、全国へと広がった。翌13日には、バセスク大統領が、改革案を取り下げたが、14日には、ブカレストの大学広場などに数千人のデモ隊が、集まり、 警官隊が催涙弾を発射。デモ隊も、投石などで応戦し17人が、負傷。15日には、約100人の若者が、石や爆竹、発煙筒を用いて、機動隊と衝突し、負傷者33人となった。16日には、約40の都市で1万人が、参加、113人が身柄を拘束された。一連の、反政府デモは、 バセスク大統領の就任以来、最大規模のデモとなった。事態沈静化のため、政府は17日付で、アラファ島を時間へ復職させたものの抗議デモは収まらず、24日には、主要な16の、労働組合が、反政府デモを実施し、約1万人が参加。23日には、反政府デモ隊に対し自身のブログで、バカな国民、 無能で、暴力的などと暴言を吐いたとして、テオドアバコンスキ外務大臣が更迭されている。反政府デモはその後も収まらず、政権内からも、ボック首相は辞任すべきとの声が高まった。2月6日に、ボック首相は、閣議後の演説で辞任を表明。バセスク大統領は、法務大臣のカタリン・プレドイを、暫定首相に任命し、公認の首相には、 元外務大臣で対外情報庁長官であったミハイラズバン、ウングレアーヌを指名。2月9日に新内閣が議会によって承認された。バセスクは引き続き緊縮財政を推し進める路線を堅持し、2012年5月に首相に就任したビクトル・ポンタとの対立が激化。大統領権限を超えて、 緊縮政策を進めたという理由で、同年7月6日にて、大統領職務を停止する決議が、大議員にて可決された。ポンタの属する政党連合、社会自由同盟が主導して、バセスクの罷免を問う、国民投票の実施を推し進め、7月29日に投票が行われた。財政緊縮を進めた結果、国民からの人気は低いとも言われ、 国民投票でも投票者の大半が悲免に賛成したと見られたが成立に必要な投票率に届かず、バセスクは続投することとなった。ありがとうございます。